CS 諸島は、スペイン・ガリシア州、ポンテベドラ県ビーゴを沖合に浮かぶ諸島、モンテアグルド島、オ・ファロ島、サン・マルティーニョ島の3島からなる。ガリシア州には、湾が奥深くまで入り組んだリアス式海岸が、形成されており、それぞれの湾は、リアと呼ばれる。CS 諸島は沿岸にビーゴなどがある。リアでビーゴの入り口に位置している。 諸島はサンフランシスコでアホーラ教区に含まれ、行政的には B ゴの一部である。かつて古代ローマ人はシエス諸島を神々の島々と呼び、地元民はガリシアのカリブ海などと呼んでいる。1980年には自然保護区域となり、2002年にはガリシア大西洋諸島国立公園の一部となった。2007年2月には、 モンテアグエド島のロダスビーチがイギリスのガーディアン氏によって世界最高のビーチに選出された。モンテアグエド島は鋭い山という意味を持ち3島の中で最も北側にある。オファロ島は東大の島という意味を持ち3島の中央に位置する。サンマルティーニョ島はセイマルティンの島という意味を持ち3島の中で最も南側にある。モンテアグエド島は 北水道によって、スペイン本土のモラソ半島と切り離されており、サンマルティーニョ島は、フレウダポルタセトによって、本土の三島路岬の海岸から切り離されている。オファロ島の東部は、ロダス海岸として知られている、延長1200メートルの差しによってモンテアグード島と結ばれている。満潮時には、西側から水が流れ込むが砂浜で遮られ、 砂地や岩場を埋めるラグーンとなる。諸島の最高峰は、モンテアグード島にあるシエス山である。海岸の一部が、海中に沈んで、リアが形成された結果、シエス諸島は、第三期の末期に形成された。前山島が今日では、水面下に沈んだ、海底山無の頂であり、主に河口岸で形成されている。島は、荒々しい山、ほぼ垂直に立った。 高さ100メートルを超える西岸の岸壁、海や風による侵食で形成されたフルナスと呼ばれる多数の洞窟などからなる。東岸は斜面が緩やかであり、森や茂みに覆われて大西洋の風から保護されているため砂浜や砂山が形成される。大西洋のスコールは諸島の上空を通過し海岸にぶつかる。そのためシエス諸島は スペイン本土のリアスバイシャスの沿岸部よりも降水量が多い。この地域の自然的価値の高さや人間活動による自然影響への悪影響などを踏まえて1980年にはシエス諸島が自然保護区域に認定された。2000年11月21日、ガリシア州政府は国立公園の地位の適用を満場一致で承認し、スペイン中央政府に対して 法的保護レベルの変更を要請した。スペイン国会会員は2002年6月、多くの軍島、島、岩礁からなる、シエス諸島、オンス島、サルボラ島、ノロ、ビオンタ、コルテガーダ島、マルベーラスからなるガリシア大西洋、諸島国立公園の設置を決定した。13番目のスペインの国立公園であり、ガリシア周発の国立公園である。 国立公園の海洋部分は、環潮時の海岸線から100メートル沖合までの範囲である。1992年以降、CS 諸島の海中での漁業は禁止されている。国立公園とは、人間活動によって、あまり変容していない景観に基づく自然領域であり、特別保護に値する美的、生態学的、教育学的、科学的価,的価値を有している。 それゆえに、いくつかの伝統的生態系の安定性に変化を生じさせたり危険にさらしたりする活動は禁じられている。伝統的漁業のような古くからある活動のいくつかは環境や天然資源の保全と共存可能であるとして認められている。1988年にはスペイン環境省によって鳥類特別保護区に指定された。ナトゥーラ二千ネットワークにも含まれており、 ナトゥーラ2000は生息地や鳥類に関する指令に発展している。イエローフッテッド、ガルの主要な栄装地の一つがある。鳥類特別保護区は、鳥類が高級的、または一時的に使用する場所の劣化や汚染を避けるためなどの理由で保護されている。かつては海賊の出没地だったシエス諸島は、今日では定住者のいない無人島である。 5月の復活再期間中からの夏季のみに入島が許可され、さらに入島者数は2200人、日に制限されている。夏季には B5 の B5 港、バイオーナ、カンガスとモンテアグルド島を結ぶボートが運行されており、バイオーナからの乗船時間は約40分である。モンテアグルド島にはキャンプ場があるが、B5 港で許可を得る必要がある。 b ナと近辺では、スーパーマーケット、ビジターセンター、レストランが、シエス諸島への訪問者に食事を提供している。島内に空き瓶はなく、訪問者はゴミを本土に持ち帰ることを求められる。低木の植物賞は、ハリエニシダ、エニシダ、アスパラガス、東大草、アマ、半日ニチバナカなどの自生種で、主に形成されている。 森林の植物症は大きく変化しており、1、4近くが、松やユーカリなどの植林地となったため、コモンフィーグや、ピレネオークのような自生種の多くが減少している。また、高濃度の塩分を伴った強風が、樹木の成長の障壁となっている。この地域では絶滅の危機に瀕しているハマカンザー氏、カーリーマアルバムのガリシア5名であるコマリーナズの群生。 イベリア半島西岸からの固有種など、いくつかの気象で代表的な沿岸種が、極めて風土的な砂丘、砂浜、崖で成長する。イグサなどの典型的な出現植物は、ラグーン地域で成長する。約2万2000組にも及ぶ、カモメの世界最大の栄像地があり、彼らは、シエス諸島の優先種である。1960年の調査では、 イベリア海ガラスが400組を数えたが、現在のシエス諸島にはほとんど存在しない。その他にも多くの猛禽類が生息しており、ハト、水ズナギドリ、ペリカン、キツツキなどは木や崖にネグラを持つ。さらに、様々な鳥類が渡り鳥の旅の最中に、ここで越冬したり休息したりする。オファロ島のアルトダカンパとサンマルティーニョ島のファロド、ペートには鳥類観測所がある。 ありがとうございます。